かよろしい、はい、じゃあ、はい、フリーの堀田ですけど、安倍昭恵さんが、森友の広告塔になったかどうかっていうのは分かりませんけども、まあこれが広告塔だという判断であれば、正直言ってもっと安倍さんと付き合いがもっともっと古い加計さんの方があれ広告塔として利用していいと思うんですけども、それは加計さんと森友さんの人間性の違いだと思うんです。安倍昭恵さんは岡山の加計さんの幼稚園の名誉園長やってます。だけどこういった問題は何もないです。だけど森友というのは正直言って学校法人であるけども、小学校を建設できる要するに実績ですよねと金の両方がなかったんです。それでまあその許認可を下ろす責任者の一人である大阪府の偉い人がそのレベルを下げましたよね。これは朝日新聞さんにも書いてあります。平成12年の、2012年の2月に下げました。その後で実績というものを出してきて、金はどうにでも後からなるということで、それの救い上げたのが、正直言って、当時の野田内閣の平野博文文科大臣なんですよね。検証をするということで、実績を与えたんです。で、その実績の表彰状、検証状というのは、平野さんの後の田中真紀子大臣だということで、金曜日の昼に私のところに電話来ました。木曜日に私、蓮舫さんのところで会見しま、聞きましたんでね、よく覚えていてくださったんですけど、その OK かどうかの許認可の判断を最終的に下したのは平野さんなんです。そのあたりを平野さんは、実際、森友というのがどれくらいのまともなところであるかということを知っていたかというのは、もうちょっと聞いた方が良いと思うんですよね。はい、文科大臣表彰が野田政権の時にあったというのは事実ですが、その森友学園と今おっしゃった平野当時の大臣との関わりがあったということは全く聞いていません。関係のやり取りとはありません。ありません。私も調べました。はいはい。平野さんは直接の付き合いはないと聞いております。はい、はい、だから個人的な部分はちょっと置いて、はい、あと他